はい、今回は第69回ということになります。Bellamy decided it was best to partially ignore Jobs, and he asked a Sony executive to get its disk drive ready for use in the Macintosh. ところが、ベルベルさんはですね、その、まあ、パーシャリーだから、ちょっと P が抜け見にくいですけど、まあ、部分的にジョブズを無視することが一番いいと決めて、ソニーの重役に対してですね、マッキントッシュ用に、まあ、デスクドライブを使えるように準備してくれというふうに頼んだんですね。If and when it became clear that Apps could not deliver on time, Apple would switch to Sony. で、もし、そして、もしですね、アルプス社が時間通りにそのデスクドライブをね、提供できなかった場合、ということが明らかなかった場合、if かどうその可能性ですね。で、そういうことが分かったとき、そういうときは、アップルはソニーにスイッチすると。まあ、二股かけたんですよね。はい、ヘッジングしたっていう感じですかね。So Sony went sent over the engineer who had developed the drive, Hidetoshi Komoto, a Purdue graduate who fortunately possessed a good sense of humor about his clandestine task. で、ソニーは、エンジニアを送ったんですね、アップルの方に、そのドライブを開発したエンジニアを送ったと、その人の名前が河本秀俊さんということで、この人はパーデューっていう大学の名前ですね。パーデュー大学の卒業生で、まあ、幸運にも彼は自分のクランデスティンタスク、秘密の仕事についてグッドセンスオブヒューマー、まあ、ちょっとこういいユーモアのセンスを持っていたと。で、何のことかということですよね。なんでかっていうことは当然これはね後で分かるんですけども、だってジョブズがねアルプス社に作らせるって言ったのに、これ二股かけてますからね、ベルベルがかけてね、それもし分かったらということでしょうけどね。はい、これは続きですよね。